こんにちは。ブラを捨て旅に出ような著者、旅作家のあゆみりえこです。今回はですね、私が出版した恋する台湾移住の中でちょっと紹介しているエピソードなんですが、台湾人男性の兵役エピソードというのをちょっとお話ししていこうと思っています。台湾にはですね、兵役制度がありますね。大体大学を卒業して就職する前の22歳ぐらいに健康問題のない台湾男性が約1年兵役に就かねばならないという決まりが以前ありましたね。ただこれがですね、2025年以降廃止になりまして、志願制になりました、でもしね、大学受験に失敗した際には、先に兵役を済ませてから再度大学を受験するパターンもあります。で、韓国の兵役が2年間なので、まあそこまでハードじゃないと思うんですが、まあ台湾人男性が日本人より精神的体力的にタフって言われているのは、まあこの兵役制度のおかげかもしれないですね。で、台北の中正記念堂あるじゃないですか。あれの衛兵交代式で見かける衛兵さんたち、あの男性かなりイケメンゾロだと思いませんか。もう、まあ、すごい美男子ばっかりだと観光客の間で噂になってたんですが、まあ、それもそのはず、衛兵はですね、容姿端麗、185センチ以上整った顔立ち、頭脳明晰という中から選ばれるそうです。で、台湾人の友達曰く、まあ、そんな選ばれし男性の中でも、男性自身が実家がお金持ちだとなおさら衛兵に選ばれやすいんだそうです。コネですかね。だからすごく就職に有利なので、この衛兵を経験したってことがね、もう人生のちょっとステータスみたいな感じなんですよ。だから就職も有利だし、あの女の子にもモテモテなんですね。台湾でちょっとお付き合いしてた元彼がマーズーっていうね、離島で衛兵をやってたんですよね。その兵役時代にずっと立ったままピクリとも動けないんですよね、この衛兵さんっていうのは。一番兵役の中で辛い任務だったそうです。しかもですね、彼女がいる場合はやっぱり離れてしまうと途端にね、ギクシャクしてしまうみたいです。で、一般の基地だと2週間に1回は休暇があるみたいなんですが、マーズーとか離島に派遣されてしまうと4ヶ月に1回、たったの1週間しか休みがないそうです。で、台湾人カップルっていうのは特にね、毎日連絡したい、毎日会いたいっていうタイプなので、相手と連絡がなかなか取れない、デートもたまの休暇4ヶ月に1回しかできないってなっちゃうと、もうね、爆発寸前ですよ。最初はね、まあそういうもう寂しいっていうことでも耐えて付き合ってるんですけど、結局ね、台湾人の女性っていうのは寂しがり屋さんなので、結局はその待っている間耐えきれずに浮気したりっていうのがあって、まあ別れてしまうことが多いね。たまの休暇にしか会えないってなるとね、初めはいいんですよ。たまに会えた時に相当盛り上がるっていう効果もあるのでいいんですが、4ヶ月に一遍とかになっちゃうと、やっぱどうしても台湾人女性寂しがり屋ですから、毎日会いたいみたいになっちゃって寂しくて、浮気するか他の彼氏に乗り換えちゃうっていうことが多いみたいです。で、もちろんね、兵役中に彼を待って彼が帰ってきてから結婚するっていうカップルも多いみたいなんですが、まあ多くはないみたいですね。やっぱりね、忍耐強い女性ってあんまりいないので。彼女に捨てられた兵役男性はどうなってしまうかっていうと、台湾人に聞いた情報によると、やっぱりちょっとゲイに目覚めてしまう方が多いそうです。やっぱ離島のゲイ誕生率が異常らしくて、私の元彼がですね、186センチ以上で結構男性にモテる顔立ちだったんですよ。で、離島のそのマーズイに派遣されてたので、もうモテモテで毎日その男性を断るので大変だったみたいです。だから離島のゲイカップル率はすごく高いってことですね。で、台北には228平和記念公園っていうね、まあ、ゲイのたまり場って言われてる公園があるんですけど、まあ、結構ね、台湾ゲイ率高いです。でただでさえ絶対数が少ないイケメンに限ってゲイだったりするので、台湾人のね、イケメンに興味がある男性の方はですね、台北にある、まあ、228平和記念公園に行くと、まあイケメンのゲイの方に出会えるんじゃないかなと思っているので、はい、まあ、もし興味のある方は試しにちょっと行ってみたらいかがでしょうか。まあ、今ね、あんまり行けない時期ですが、はい、まあ、でも本当に台湾人は同性愛ってことに対して本当に偏見がないので、LGBT の方が手つないで女性同士のカップルだったり男性同士のカップルだったりっていうのが本当に腕組んだり手を
つないで街中で堂々と歩いてるっていうのがあって、まあ日本だとね、新宿2丁目だったら結構そういうカップル多いと思うんですけど、普通の場所で普通にそうやってカップルが歩いてるので、本当に LGBT に対して偏見がない場所の土地なんだなと思ったりします。はい、というわけで今回は台湾の兵役事情、そして LGBT 事情についてちょっとお話ししてみました。はい、この動画が少しでも良かったよという方はぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。エミリーコでした。